サボイア・マルケッティ S64 イタリアのグイドーニア、モンテチェイリオの滑走路から離陸する S64 ビースサボイア・マルケッティ S64 は1928年にイタリアで無着陸飛行時間と長距離飛行の世界記録樹立を目指して特別に開発された翼単葉である S64 は主翼の後方へ伸びる交換向き出しの2本のトラスで 尾翼を支えるという得意なポッドブーム設計であり、これと似た構造は S55 で使用された。エンジンは主翼上の支柱で支えられ、一気のエンジンで推進式プロペラを駆動していた。コックピットはずんぐりした形のポッド上の胴体の中に完全に覆われていた。S64 は1928年4月3日にアレッサンドロ・パッセレーバの操縦で、 初飛行を行った。1928年5月31日に、アルトゥロ・フェラーリンとカルロデル・プレーテは、トレ・ファビアとアンツヨの間を51往復して3つの世界記録を樹立した。6月3日に着陸した時は、周回飛行距離世界新記録の 7666km、対空時間新記録の58時間34分に、加え 5000km の距離を、 平均時速1 3 9トルで飛行する速度記録も樹立した。この記録飛行の成功を受けて、この飛行がローマ・ニューヨークの大西洋横断飛行の予行演習であると発表された。1ヶ月後フェラーリンとデルプレーテは S64 に登場して、実際に大西洋横断、ニューヨークではなく南大西洋を横断して、ブラジルまで飛行した。 7月3日夜に、モンテチェーリオを離陸し、夜間に、サルデーニャを通過し、翌朝早くには、ジブラルタルに至った。4日は、カサブランカとビラシスネロスを経て、夕刻には、カーボベルデ諸島を通過し、ブラジルへ向かった。5日朝には、ペルナンブーコ州の無線到達空域に達し、 ナタール近くのブラジル沿岸を横切って、リオデジャネイロへの着陸に向けて南への飛行を続けたが、悪天候のためナタールへ引き返さざるを得なかった。燃料は残り少なくなってきていたが依然として悪天候に阻まれ、飛行場が給料の陰にあるために、ナタールへの着陸も諦めねばならなかった。さらに、十キロメートル飛行を続けたが、最後には、 トーロスの海岸に不時着する事態になった。ブラジルの郵便機がフェラーリンとデルプレーテのナタールへの最初の飛来とその後のリオデジャネイロへの飛来を報じたため、両都市では歓迎の準備をしていた。S64 は砂地への着陸で機体を損傷していたためにリオデジャネイロへは船で運ばれ、リオデジャネイロに到着すると機体はブラジルへ寄付された。S64 は イタリアからの8 1 0 0トルを48時間14分で飛行した。国際航空連盟は公式にはこの飛行をモンテチェリオナタール間7 1 8 8トルの体験距離飛行による各地間飛行記録の世界記録に認定した。リオデジャネイロでのお祭り騒ぎは数週間続いたが、 フェラーリンとデルプレーテが8月11日に S62 機のデモンストレーション飛行中に墜落したことで終わりを告げた。デルプレーテはこの事故での負傷が原因で5日後に死去した。1930年に S64 ビスと命名された S64 の改良型がフェラーリンとデルプレーテの飛行による対空時間と周回飛行距離の世界記録を塗り替える。 ことを試みた。5月30日から6月2日にかけて、ウンベルト・マッダレーナとファウスト・チェッコーには周回コースの 8188km を67時間14分で飛翔し、飛行距離と対空時間の世界新記録を樹立した。二人は S64 での各地間飛行記録挑戦の準備をしていたが、1931年3月19日に、機体は、 ピサの沖合に墜落し、マッダレーナとチェッコーには、整備士のジュゼッペ・ダ・モンテと共に死亡した。機体の残骸は、事故の原因究明のための証拠が、特定できないほど広範囲に失われていたが、事故調査団はクランクシャフトが接損したことで飛散した、プロペラが、機体の各所に損傷を負わせたと推定した。ザローマ、ブラジルノンストップフライト、P595 より、 ありがとうございます。